左膝の手術を受け長期離脱中のエンゼルスのマイク・トラウト外野手32が今度こそ復帰に近づきそうだ。半月板を損傷し4月30日から負傷者リスト IL 入りしているトラウトは今週からマイナーでのリハビリ出場を始めたが最初の試合中に膝に違和感を訴え途中で交代していた。復帰の大幅な遅れが懸念されたが 26日、日本時間27日、日本同人の取材に応じ、MRI 検査の結果、損傷などはなかった。ただ回復の過程によく起こる炎症が出ただけ。深刻なものではなく、本当にほっとした、と話した。今後、膝の状態に不安なくなれば、早ければ数日中にもランニングを開始する見込み。 ワシントン監督は、トラウトにこれ以上のマイナーでのリハビリ出場は必要ないだろうとし、彼が準備ができたと感じた時が復帰する時、と、そう遠くない時期に復帰する可能性を示唆した。